おはようございます。僕は今ですね、京都府の京都駅に来ております。今電車の中なんですけれども、今日はこれから18切符を使って東京の方へ向かいたいと思います。京都から東京ってね、結構遠いですけども、18切符使えばですね、めちゃくちゃ安く移動できるということで、今回はそれを使おうと思っております。こちらが18切符なんですが、年齢関係なくですね、JR の普通列車に乗り放題となります。値段が 12,050 円で5回分なので、1回あたり 2,410 円、これでね、東京まで行けちゃうというわけですね。さあ、ということで早速ですが、京都駅を出発です。この電車は長浜行きなんですけれども、途中の米原で乗り換えとなりますんで、とりあえずは米原の方までね、移動していこうと思っております。東海道線はですね、琵琶湖の東側の方を走っていくんですけれども、このままずっと東海道線続いていきましてね、結局東京の方まであるわけですね。横通っているのは新幹線ですが、もう間もなく米原駅に到着です。米原駅から乗り換えて名古屋方面へ向かっていきます。人は結構いましたね。春休みということもあってね。そして米原駅を出発です。新幹線でね、名古屋まで行けばもうほんの数十分で着いてしまうわけですが、お金切り詰めるとこは切り詰めていきたいと思います。こちらは歴史でも有名な関ヶ原なんですが、車窓からあんまりね、その歴史っぽさはわからないですけれども、こういった地域を通っていきます。そして間もなく大垣駅に到着です。大垣駅からまた乗り換えとなります。次はね、確か豊橋行きだったかな。でこのまま乗ってね、豊橋まで行ってしまいます。大垣駅を出発して、このままどんどん名古屋の方へね、進んでいくことになります。ここは岐阜駅ですね。東海道線は大垣から岐阜を通って、そのまま南の方へ向かっていくということになっています。そしてこちらが名古屋駅です。もうほとんどの方が降りていきましたね。名古屋まではね、結構混んでいたんですが、名古屋から先は大して混んでいませんでしたね。そして奥に見えているのが最新の特急ですね。飛騨とかで使われています HC85系というやつですね。実はまだ乗ったことないんですね。いつか乗ってみたいと思うんですが。そして順調にどんどん進んでいきましてね、これ確か特別快速だったと思うんですけれども、全然止まらないんですよね。あっという間に豊橋の方までやってきてしまいました。乗ってきたのが特別快速豊橋行きで、また乗り換えとなりまして、ここからは阪和方面へ普通列車となります。豊橋駅を出発して、今度は東の方へ進んでいきます。さっき座席見えましたけれどもね、この辺ずっとクロスシートで行けるんで楽ちんですね。こちらが浜名湖ですね。もう静岡県です。ちょうど新幹線が通っていますが、新幹線からの方がね、綺麗に見えると思いますけれども、それでもね、これぐらいの景色は見ることができます。普通列車でもね。そして浜松駅に到着です。今時刻がだいたい11時ぐらいなので、そろそろお昼ご飯です。浜松といえば餃子ですね。こちらでお昼ご飯をいただきます。頼んだのはね、石松餃子定食です。こんな感じでめちゃめちゃ美味しかったですよ。駅中にある店舗なのでね、良ければぜひ。
さて、まだまだ移動は続きまして、ここからはロングシートで、めちゃくちゃ混んでるんですよ、この区間で。全然動画撮れなかったんですが、静岡駅に到着です。静岡でもこのまま乗り継いでいきまして、先に来てた方に乗ってたんでよかったんですが、後ろから来た人、乗り継ぎの人がね、いっぱい乗ってくるわけです。結局また全然取れずに富士駅に到着です。向こう側は身延線で甲府に行きますが、そう、この日はね、あんまり富士山見えなかったんですよね。ちょっと雲がかかっていました。ここからもですね、相変わらず移動するんですが、次はここから熱海駅の方まで移動しようと思っております。ここの区間はね、そんなに激混みではなかったですけれども。そして熱海駅に到着です。ここからはね、JR 東日本の列車も来ますんで、ちょっとさっきとはホームが雰囲気が違いますよね。それで一回改札を出てきまして、少し熱海を歩きたいと思います。といっても熱海来るのは初めてなのでね、どんな街かっていう感じ見ていきたいと思ってます。観光客の方はめちゃめちゃ多かったですね。この日確か土曜日だったんで、そういうこともあってね、そう、着物が多かったんですよ。売ってるもの大体ね、魚のなんとかばっかりでしたからね。ようこそ熱海温泉ということで、熱海は温泉街としても人気です。あとはね、この坂の多さね、駅から海の方まではずっと坂なんですけれども、ちょっと想像していたよりもすごい坂が多くてですね、あんなに下がってるんですよ。神戸とかね、長崎とかもこんな感じですけれども、この景色はすごかったですね。ちょっと高台から見た感じなんですけれども、ちょうどね、桜が咲いていたので山並みは綺麗でしたね。ここもすごいことになってますよ。いわゆるヘアピンカーブ的なものですね。でもこの先もどんどん坂なんですよ。こちらは熱海銀座と書いていますが、商店街的な感じですかね。そして港の方にやってきましたが、見えているのは熱海城ですが、熱海城という城は、昔はなかったわけで、これは観光用に作られたものですね。でも綺麗に見えていますね。港はこんな感じです。綺麗に整備されていて歩きやすいですよ。船がね、めちゃめちゃ止まっていましたけれども、この日ちょっと天気が良くてね、気温も結構上がってたもんですから、浜辺でね、遊んでる人もいっぱいいましたね。芸術的な作りになっていましたけれども、こんな感じでね、水浴びとか水遊びとか、そういう感じの人たちが結構いましたね。それにしてもこの斜面に沿って建つ建物ですね、結構綺麗ですよね。あそこはあんまり直線にしては距離高いと思いますが、あんなに高いところにありますからね。こんな感じで写真や映像でよく見るような熱海を見ることができまして、これからはまた駅の方に戻っていくわけですが、その途中にもね、名所はありまして、こちらは尾崎紅葉なんですけれども、この尾崎紅葉が書いた金色夜叉という小説、そこで出てくる、ものをね、題材に、こちらがお宮の松という場所なんですけれどもね、そういうシーンがあると書いていますね。いろいろ説明書きも書かれていまして、そしてこちらがそのお宮の松、
まあ正直ですね、金色夜叉読んだことないんでわからないんですけれども、まあ松の木だなというのは普通の感想だと思いますが、読んだ方ならね、おおとなるでしょう。さて、浜辺に行くときはね、坂を下ってきましたから、駅に帰るときは上りです。こんな感じでさっきのビーチが見えます。この映像だけでも結構な傾斜ですけど、ね、そして道の途中でですね、この排水溝なんですかね、溝とこからね、湯気が出ているんですよね。これ確か大分の別府とかでも見ましたけれども、多分温泉でしょう。そしてメインストリートの方に帰ってきました。このね、熱海プリンっていうのがね、結構有名ですよね。まあ、観光地にプリンはね、めちゃめちゃありますけれども、ここは群を抜いてるような気がします。結局食べませんでしたけど、めちゃくちゃ並んでたんで、ね、そしてさっきと違う通りを通って駅の方に戻ります。はい、ということで熱海駅に戻ってまいりました。もうあとはね、電車に乗って東京方面へ行くだけです。熱海始発の電車だったんで座るのは余裕でしたけれども、ちょっと眠気がきましてね、気づいたら新橋です。あれ東京駅じゃないかと言うと思うんですけれども、ちょっと用事がありまして、今回は新橋で降りることにしました。まあ東京はね、この東海道線だったら次の駅になりますので、まあほぼ東京ということで、お願いしたいと思います。グリーン車はね、まあ土日だったんでめちゃくちゃ乗ってましたけれども、乗ってきたこの東海道線を見送りまして、僕はこのまま新橋の街へ出ていくわけです。まあ出ていくわけですというか、実は銀座の方面に行くんですけれどもね、もう先ほどまでとは明らかに街の雰囲気が違います。まあこんな風にですね、18切符だったら寄り道もできますんで、ね、行ってみたかったところとか、新幹線で通り過ぎてたところ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、チャンネル登録やコメントなどもぜひお願いいたします。この動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。